Fusion 360拡張機能製品についてご紹介します。Fusion 360はご覧のように 3D CAD にとどまらず、設計に必要な様々な機能を要する製品です。今回ご紹介する拡張機能製品はこちらなのですが、これは Fusion 360のベーシックな機能に対して機能を追加して拡張するためのものになっています。拡張機能製品は、さらにもっとあんなことができたらいいのにを叶える製品群となっています。拡張機能製品は現在全部で8種類のご用意がありまして、Fusion 360本体機能に追加して使用できるようになっています。ただし、追加インストールをするのではなく、各機能を使用できる状態にすると、それまで隠されていたこれら機能が使用できるようになるという仕組みです。使用できる状態にするには、1年間または1ヶ月のサブスクリプションを購入する、1日単位で購入するなどの方法があります。各機能をどのような頻度で使用するかによって選択できるようになっています。また、ご購入前に体験版を使用してお試しいただくということも可能です。こちらは現在ご用意している拡張機能の種類をまとめています。より高度な切削や編集機能で切削設定を効率化するマシニングエクステンション、金属 3D プリント用のサポートを作成する機能を要するアディティブビルドエクステンション、板金部品製作時のネスティングと加工設定の自動化を行うネスティング&ファブリケーションエクステンション、コストを気にせずジェネレーティブデザインを計算し放題にできるジェネレーティブデザインエクステンション、プラスチック部品設計やラティス形状の作成機能を持つプロダクトデザインエクステンション。コストを気にせずクラウド解析を計算し放題にできるシミュレーションエクステンション。基板設計でのシグナルインテグリティ問題を回避するためのシグナルインテグリティエクステンション。すぐに使える設計変更管理ツールであるマネージエクステンション。この8つになります。これら拡張機能の詳細につきましては、オートデスクのホームページでもご紹介しておりますので、こちらからアクセスしてご覧ください。体験版をご利用いただくには、アクセス方法として2つあります。1つ目は、オートデスクのホームページから申し込む方法です。前のページでご案内した拡張機能のページから、体験版をダウンロードボタンをクリックして、画面の案内に従って進めてください。もう1つの方法は、Fusion 360のユーザーインターフェース内からアクセスする方法です。画面右上の電源プラグの形のアイコンをクリックして、体験したい拡張機能を選択して、次に表示される画面で無償体験版ボタンをクリックして開始します。どちらの方法も使用してみたい拡張機能ごとに選択してお試しいただくことができますが、マネージエクステンションだけは体験版のご用意がありませんことご了承ください。これら拡張機能は体験期間が14日間と限られております。この14日間を効果的にご利用いただくために、私どもオートデスクでは、機能のデモンストレーションをはじめとして、様々なお手伝いをさせていただく窓口を設けております。お気軽にお電話またはホームページからご連絡ください。ぜひ、Fusion 360拡張機能をお試しください。